やっぱバンテリンドームにするとの,そのホームランテラス問題ってほ、ね、あの他の球場やとホームランっていうのが外野フライでアウトになるっていうのがめっちゃ残念やなと思うんですよ。なんかフェンス他の球場やとホームランのがフェンス直撃で二塁だとかやったらまあ成績も上がるじゃないですか。もうガイアフライでアウト とかかもあるからもうそこだけのね、その試合だけの成績じゃないからね、そうなると。ね、はい、<で>今日4打数0安打で終わりましたって、外野、大きいやつ打ったんだけど、はい、取られてアウトでした、4打数0安打でしたって、このまま無安打が続いていく、うん、精神的に。はい、でもその1本がフェンスに当たって、2塁打になりました、はい、ここからでも選手は変わっていけるから、うん、そうですね、こう、くって上がってきう。本当、ひょんな位置だ、ね、いいんじゃ 1日だけの問題ではなくなってくるから。はい